東園駅は台湾東園市中、クアオにある台湾高速鉄道の駅である、青オ駅とも呼ばれる、東園機場ハヤウンの子、2007年に台湾高速鉄道の駅が大鉄の従来の東園駅から離れた場所に開業。東園機場ハヤンが開通するまでは、東駅が台湾東園国際空港の最寄り駅であった。東園機場ハヤンが2017年に東駅に乗り入れ、 東園市の新しいターミナル駅となっている。駅舎は、森海国際工程顧問古墳有原工師と、陳疎海連合建築士事務所が設計し、台湾の五女映像、日本の大林組の JV が施行した。総床面積は8万1516平方メートル。建設当時は、軍用飛行場の離着陸コースに当たるため、地下駅となった。なお、東飛行場は現在廃止された。 高鉄の駅舎は地上1階、地下2階建ての構造である。地上1階は改札口や券売機、窓口、案内カウンター、トラベルデスク、鉄道警察がある、コンコース階である。地下2階はホーム会であり、地下1階の中間階には気上早運の乗り換え改札がある。ホームは相対式ホームに目に線を有する。トンネル内に駅のホームがあるため、 地上の改札外からエスカレーターもしくはエレベーターで地下2階にあるホームに降りることになる。上下ホームの間には通過線がある上に仕切りの壁があるため互いのホームからは視認することはできない。地下を通るため通過列車でも減速して走行していたが2011年に改善工事が完了し減速せずに通過するようになった。改札外の内部には コンビニエンスストアや売店が入居している。かつて空港出国旅客のための航空会社のチェックインカウンターが地上1階に設置され、数年間運営されていたが、利用客の少なさを理由に撤去された。ただし、桃園都市運の開業を機に復活の動きがある。出入り口は地上1階に8カ所設けられている。乗り場。 編集相対式ホームと島式ホーム混合の2面3線の高架駅、稼働式ホーム柵が設置されている。出口は東西それぞれ一つずつ設けられ、東側は地上及び地下1階高鉄駅改札口と直結している。乗り場、編集燃油価格高騰により、高速鉄道の定期圏代が自家用車での通勤費より安くなったことで、マイカー通勤者の転移が顕著なことと、 住宅価格が手頃なため、台北方面への通勤客が急増し、桃園台北間の定期券旅客は2007年約800人から2012年約3200人となっている。高鉄の東園駅の2016年の1日平均利用客数は32613人で、高鉄中、第4位。早うに駅は、桃園都市運では台北及び、空港帯駅に次ぐ4位。 台湾高速鉄路、台湾高速鉄道板橋駅、桃園駅新築駅東園早雲乗線、直達車機場、第二高久市駅高鉄桃園駅気北駅、普通車両高駅高鉄桃園駅,桃園駅、桃園体育園区駅、ありがとうございます。